サインで代表してます、泉と申します。リモアンドで代表している、服部大輝と申します。スタッフたちが、まあ、精鋭揃いなんで、まあ、その人たちにもうよりこうフォーカスさせるような、まあそのまあ、プラットフォームじゃないですけどを作ってまずやっていきたいっていうのが、まあ、まあ会社としても絶対あった方がいいかなっていうとことか、ちょっとこう思いっきりこう最初からちょっと飛ばして今年は動いてるっていう感じがまあサインかなと。チャレンジ、まあ、常にまあいろんなことにチャレンジしたいっていうのはあるんですけど、まあ今はやっぱりずっとサロンワークにやっぱり、まあ、うちのスタッフ全員なんですけど、にやっぱ重きがあったんで、もうそこはまあもちろん変わらず、まあ、絶対的にやっていきたいというか、もう一生続けていく、それはもう崩さずに、やっぱりこう何ですかね、売り上げにしてもクオリティに関してももうやっぱりそこはもう一切変えないっていうのは一生チャレンジしていくっていうところを続けながら、まあ個人的に言えばやっぱり内容をもう今年僕30になるんですよ。おお、はい、30っすか、はい、まあ、ずっと決めてたことなんですけど、はい、まあ、30まではもう勢いでいっちゃおうみたいな。あ、確かに、はい、もうとりあえずイケイケどんどんでっていうふうには思ってたんで、ただまあ僕ももう30だ、ちょっと大人になる感じがする。ちょっと変わってくるね。変わってくるんで、なんか感覚がね、はい、なんでまあ内容をよりよくしていきたいなっていうのはサロンワークだけでいけばあるなという感じです。僕の中のその経営みたいな、その目指す理想はやっぱりあの離職を減らしたいっていうのがもう一番なんですよ。美容業界ってさ、やっぱめちゃめちゃ離職するやん、もうすごいじゃん。でもなんかその離職をさせない会社作りっていうのを目指してて、なんかそれはもちろんその僕らがこう一人一人にこう思いを言って伝えていってっていうのももちろん大事だけど、やっぱりお店が大きくなったりとかスタッフが増えてきてると、そこに対する時間を割くことさえもできなくなってくると思うし、今ですらさめっちゃ忙しいから、だからなんかこうどうしようかなって思った時に、美容室あって、じゃあスタッフたちってそっからまあ、じゃあ美容師で働く、でも美容師が全てではないと思ってて、美容師が私は合ってるかって言ったら、もしかしたらなんかやっぱりやったけどちょっと微妙かもみたいな、これ絶対あるじゃん。で松江行きますとかさ、アパレル行きますとかいうスタッフが絶対多いと思うんだけど、じゃあそれ作っちゃえばいいじゃんっていうのがなんか率直なこう意見というか、人が辞めなければ勝手に会社でかくなるしって思ってて、じゃあ美容室があってネイルがあって松江があってヘッドスパがあって、まあアパレルは僕ちょっとあんま考えないけど、なんかこうじゃあエステサロンがあるとかあったら、じゃあそのスタッフたちもそこの自分たち のサイングループの会社で回るというか、美容室フィットしてない私はじゃあどうしましょうか、じゃあスパ行きましょう、ネイル行きましょう、松江行きましょうみたいな、でここでスタッフが回るから離職をしない会社になる、離職をしないってことは大きくなっていくってことは結果みんな幸せになっていくかなってめっちゃ思ってて、前の職場で働いた時もさ、なんか次のステージがないからじゃあ俺サイン出すわみたいな、多分、まあ、服部君もそうだと思う、なったと思うんだけど、それもし例えば5個ぐらい道があったら、俺多分やめてないもん、だったらそれを今作った方がいいかなって思ってて、なんかやめちゃうとやっぱ寂しいし、うわなんか嫌だったのかなみたいな、思われたくないから、やっぱ人が好きだからさ、長くやっぱりこう楽しくいてほしいし、もうそんな経営でなんかこう戦略みたいな、まあ、正直あんまり本当になくて、もう何十年も昔からと、まあ、今、まあ、カリスマの先輩方から今って集客のツールが変わったぐらいで、やるべきことっていうのは変わってないのかなって思ってるんで、途中でやめちゃうっ
っていうのもあると思うんですけど、ある程度本当に覚悟を持ってやらないとどこまでいけるのかなって時に、そうだね、やっぱ僕としてはそこまで行ってから考えた方がいいっては思う、はいはい、まず行こうみたいな、まず行ってからあでも私はみたいな、うんうん、まあ、正直そこまで行くっていうのはすごい大変じゃないですか、うん、だけどやっぱそこまでは、うん、行かせるというか、行かせる、まあ、自分自身のその気持ち的なところっていうのは僕は結構見ちゃうかなっていう、あ、それで全然やめることが僕は悪いとは全然思わないし、なんかしょうがないじゃないか、あ、そう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 、それはそれで全然いろんな道があるんで、それでどっか行こうが全然 OK だと思うんですよ。あ、なるほど。ただ一旦決めたところのやっぱ度合いがっつりできれば多分絶対伸びると思うんで、うんうんうん、で今いるうちのスタイリストだったら、まあ、そこは他に考えてはないと思うんですよね、はいはい、例えば諦めるというか、うんうんうん、っていう選択肢がもう入ってないぐらい腹くくってはいるんで、なるほど、ってなったらもういずれか伸びるんで、そういう人と僕はやりたい、あ、経営とはまた違うのかもしれないですけど、ってなったら勝手に頑張るし、勝手にそのお店も増えるのかな、うん、そんなに僕こう見えてビジネスと思ってないんで、美容師の本当は今やってる僕の営業スタイルも、じゃあまあいた前のサロンの時は今より倍の人数が出ちゃって、でもそれじゃ絶対ダメっていうの分かってたんですけど、まあ若かったですね、ね、それでやりたいっていろいろあったんで、やりたいですね、まあ、この半分にしたと、はいはい、でも半分でもじゃあ今僕がやってるスタイルからするとやっぱ、まあ、それでもまだ多いんですよね、でもとりあえず30まではって思いで、まあ、とりあえずやらせてくれっていうのもあったりとか、でもやっぱり今フリーランスとかもすごい多いじゃないですか、うん、でもそれってやっぱり理にかなってるというか、なんかそういう人が増える、まあ、お給料が多いとかそういうのもあるのかもしれないですけど、うん、お客さんにとってもですよ、うん、やっぱマンツーマンでやってくれる嬉しいとかあるじゃないですか、うんうん、でもまあマンツーマンより僕はですよ、サロンでやっぱスタッフとやった方がさらに早くもできるし、技術は高いものが提供できるっていう一応理論なので、うん、今の枠がちょっとさらにもうちょっと減らせば、まあ僕自身はよりレベル、さらにお客さんに対して還元ができるような、ただそういう思考の仲間が増える、まあ時間かかりますけどね、今その技術ももちろんですけど、あのなんか本当タレント軍団みたいな、うんうん、ファッション、うん、めっちゃおしゃれでいてほしい、あのもうなんかサインの男の子たちすごい言うんだけど、やっぱ着飾ってほしい、お金もしっかり使って、それは自分の投資かなって思ってて、お客さんもなんか私の担当してる美容師さんってイケてて、めっちゃ表参道でこんなおしゃれでこういうカットしてくれるんだけどっていうのが、お客さんからしたら俺付加価値だと思ってて、そういう美容師さんでいたいなってめっちゃ思うんだよね。タレント軍団、ジャニーズ事務所じゃないですけどそういう風にしていきたいなってめっちゃ思ってて、それが結果楽しいにつながるのかなとか、お客さんの満足度につながるのかなってやっぱめっちゃ面白い。服部君も俺だってこうなんかこう対談したいなって思ったのってさ、なんかこうなんかもちろんその結果も出してるんだけど、なんか容姿もイケてる人と二人でトークしたいなってめっちゃ普通に思ったね。ありがとうございます。やっぱ見た目も大じゃん、めちゃぶっちゃけで、ベンツ乗ってます乗ってて好きですね。なんかいや、俺そこ教わったもん教わった、かっこいいなって普通に思ったよ、はい、なんかそのバリバリやってておしゃれで、服もめっちゃ黒いじゃん、靴とかも。やっぱそのかっこいいって大事なんだよね、かわいいって大事なんだよなってお客さんも思ってると思う。まして対今人の時代じゃん、あのもう人に対して絶対来るやん。多分技術もそうやけど、なんかあの人パワー持ってるし、あの人と話すとテンション上がるから、うん、多分来るから、うん、で予約が止まんないわけじゃん、ずっと埋まっててみたいな。だそういうなんかこう、それってやっぱ美容師のやっぱ本質かなってめっちゃ思うし、僕はかっこいい美容師さん絶対いたいんで、うん、60とかなって。